掲示は、目視、ストップウォッチの使用、開始と終了を機械的に検知などの測定方法で行われる、主にスポーツ競技における経過時間測定方法のことである。ここでは、人間の視認を予備動作に頼る手動掲示方式、センサによる機械的な検知に頼る電動掲示方式の二つと、その歴史を扱う。1896年の 1> 第1回アテネオリンピックではストップウォッチが使用されていたが、公式記録は人間の目視視認による1秒単位の記録が採用された。100分の1秒が測定できるストップウォッチが公式掲示に採用されたのは1920年、アントワープオリンピックからで、この時から公式記録は5分の1秒単位となり、1932年、 ロサンゼルスオリンピックで10分の1秒単位、1952年、ヘルシンキオリンピックで電子掲示が採用、1956年メルボルンオリンピックで半自動水泳掲示機器採用、1972年ミュンヘンオリンピックで100分の1秒単位となった。1000分の1秒単位の記録の扱いは陸上と競泳で異なり、陸上の場合は切り上げ、競泳の場合は切り捨てとなる。 一般大会、または国際大会における掲示の担当企業は公式掲示、オフィシャル掲示、オフィシャルタイマーなどと呼ばれる。主導掲示は人間の死人を予備動作に頼る方式のため複数の主導掲示員が配置され、主導掲示員個々の計測値が一致していればそのタイム、一致していなければ平均値が採用される。最初期にはストップウォッチを使用しなかったり、1人以上の 刑事委員が配置され平均値を取ったりしていた。陸上競技、水泳競技、自転車競技などの様々な競争競技でタイムを計測する際に刑事方法として採用されている。陸上競技の場合、正式なタイムはトラックは100分の1、競技場外は10分の1以下にそれぞれ繰り上げられる。時計が2つの場合は遅い方のタイムが記録になる。 自転車競技の場合、正式なタイムは1000分の1が用いられ、原則3人での掲示が行われる。この際、タイムの決定には、基本となる決定方法とは別に2つの特例が用いられる。3人の掲示結果が同一の場合は、それを正式時間とする。2人の掲示結果が同一の場合は、それを正式時間とする。3人のうち、 最もタイム差が短い二人の記録から計算した中間タイムを正式時間とする。三人のうち二番目のタイムを正式時間とする。なお、この特例のどちらを採用するかは競技や大会ごとに変わり、どちらを利用しなければいけないという規定はない。電動掲示は死人に頼る手動掲示に対し、 センサなどを使用した検知方法で人間の判断による計測誤差が加わらないため、手動掲示より正確性が高いとされ、自動公認装置として様々な競技の記録に使用されている。なお、日本の陸上競技では1975年より従来の手動掲示に加えて電動掲示も公式記録として公認するようになった。 その後しばらくは両方を主要大会参加などの際の標準記録として設定していたが、1993年以降は電動掲示のみを公認記録としている。1912年、スイスの論人ンンはバーゼルで開催されたスイス国体で公式時計として採用された。また、80メートル競争で世界初の自動記録計測器を使用した。 これはスタートとゴールのテープにスイッチを連動させる方式だった。1926年にはジュネーブで開催された国際馬術競技会で公式掲示を務めた。1932年ロサンゼルスオリンピックでスイスのオメガは子会社の開発したクロノグラフとストップウォッチを使用し、オリンピックで行われた全競技種目の公式掲示を担当した世界最初の企業となった。 オメガは、ロサンゼルスオリンピック以降、2032年の夏季、五輪までに国際オリンピック委員会と提携した公式タイムキーパーを通算35回務めている。日本の成功ホールディングスは1964年の東京オリンピック以降、札幌オリンピック、長野オリンピックの日本国内で開催されたすべての大会の掲示を担当したほか、バルセロナオリンピック、 などの大会でもオフィシャル掲示を担当した。また、オリンピックなどほか、世界選手権などの厳密な掲示が求められる、国際競技大会での公式掲示担当実績が最も多い。ありがとうございます。